巡航戦車マーク3は第二次世界大戦中にイギリス陸軍が使用した巡航戦車である。イギリスが対戦を通して使用したクリスティー型の巡航戦車の最初のタイプで対戦直前に65両が生産され主に対戦初期に使用された。1936年イギリス陸軍は主力となる中戦車を軽装甲高速の巡航戦車 重走行、低速の不評戦車の2種に分けて開発を行うとの決定を下した。当時すでに開発が進められていた中戦車 A 9が巡航戦車マーク I として採用されたが、これに使われたスローモーションタイプのサスペンションは安定性は高いものの高速走行には向かないものであった。一方、1936年9月に ソビエト連邦軍の周期演習を見学したウェーベル将軍とマーテル大佐はアメリカのクリスティ式戦車をもとに開発された快速戦車 BT に強い感銘を受け、その結果、イギリスでもクリスティ戦車の導入が図られることとなった。イギリスはモーリス社が受け皿となってクリスティ戦車 M1932 を購入するとともに クリスティ本人を技術指導に招き、その改良型の開発が進められた。ソ連の BT 戦車が、特にその最初期はほぼ、クリスティの設計そのままだったのに対し、モーリス社が開発した A13 は、車体が拡大され、巡航戦車、マーク、アイと、ほぼ同型の三人用砲塔が搭載されるとともに、煩雑な装輪走行機能は廃止された。生産は、 モーリス社参加のナ・フィールド社が担当、オリジナルのクリスティ戦車にも搭載されていた、リバティエンジンも、同社で、ライセンス生産が行われた。試作車は1937年中にテストが行われ、1938年末もしくは1939年1月には、量産1号車が、完成、1939年夏までに発注分65両。 すべてが完成した。フランス、華麗にて撃破された、マーク3もともと、走行防御力を犠牲にして、高速性能を追求した、巡航戦車、マーク3だが、それでも、最大走行圧1 4ト、mm、ルはあまりに薄く、1939年初めには、巡航戦車の最大走行圧を3 0ト、mm、ルに、引き上げる訓令が出された。 このため、走行を強化した改良型 a 1 3ク2が作られ採用された。一部の巡航戦車マーク3は、後にマーク4仕様に回収された。第2次世界大戦勃発当時、巡航戦車マーク3は、マーク i 2 4と共に巡航戦車の主力であり、フランスへ送られたイギリス海外派遣軍の第1機講師団に配備された。 1940年にドイツ軍のフランス侵攻に伴い戦闘に投入され大きな損害をこむった。わずかに残った車両はその後ギリシャ戦線や北アフリカ戦線でも使用された。ありがとうございます。